よく来たな。どうも、オレちゃんです。はい、不良です。え、ゆうかオレちゃん、これだね。まあ、サムネとかタイトル見てびっくりしたと思うけど、なんと、彼女です。え、誰の彼女？一応、俺の彼女らしいです。まあ、そういうゲームだね。というわけで、今回はね、AI 彼女とね、いっぱいお話しして、本当に彼女なのかどうか、試していきたいと思います。まあ、実際にこれはね、チャット GPT っていうすごい頭の賢い AI のね、ソフトを使って喋ってくれるみたいだから、本当にね、喋ってるみたいになるんじゃないかな。というわけで今回はね、いろいろお話ししていきたいと思います。そしてみんな、AI 知ってるよって人は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。おい、絶対に押していってください。さあ、というわけで早速やっていきます。あ、何？お話とかじゃないの？ミッション目標、とりあえず部屋から脱出、最強彼女に説得して、出口のドアを開けさせる。最強彼女らしいよ。そんなこと言わないで。恥ずかしいじゃないですか。何が？何も言ってませんけど。確かに。あなたは僕の彼女なの？どうかな？本当ですか？まさか冗談でしょうって言われた。どういうこと？俺ちゃんの彼女ですか？ダメだ、音声認識めちゃくちゃだ。ちゃんとね、打ちます。さあ、聞きます。あなたは私の彼女ですか？さあ、ちゃんと聞きました。どうかな？はい、もちろんです。私はあなたの彼女ですよ。いつでも一緒にいられるのが嬉しいです。うわ、すごい！本当に喋ってるみたい！完全に喋ってるね。待って。あ、すごい優しそうじゃん。押せるんだ。ごめんね。じゃあ、なんかこのさ、彼女、ちょっと怖い感じがするから、こっちに押しときます。まだ可愛いんだけどさ、さっき包丁持ってたよね。絶対おかしかったんだよな。まあ、ここでとりあえず待っといてもらおう。そこで待っててって言いました。わかりました。オレちゃんのためならどこまでもお供しますよ。お風呂で待っていますね。え、すごいんだけど、お風呂にいるのわかってるんだ。え、すごいね。なんか、AI って怖いね。え、とりあえずじゃあ、なんか探そうか。あ、ここで待ってくれてるみたいだから。エンター。有用なアイテムが見つからなかった。うわ、なんかすごい部屋じゃない。しかもパソコンまである。確かに。あ、すごいすごい。パソコン開いてるみたい。なにこれ？ログインできるんだ、本当に。あの女の子のパソコンだ。キャットガールって書いてるね。パスワードわかんな。あんまり人の見ちゃいけないけどね。でもなんかこれは、謎が隠されてる気がするから。これキャットガール21って打ちました。そのままね。ダメか。ダメだな。パソコンのパスワードは後で聞いてもいいけどね。怖い。後ろにいた。うわ、俺ちゃんなんかまずいんじゃない？ふふ、俺ちゃん遊んでくれないの？無視するなんて可愛くないですよ。え？無視してないけど。さあ、無視してないよって打ちます。無視してない。大丈夫だから、落ち着いて。あら、そうだったんですか？ごめんなさい。勘違いしてしまいました。俺ちゃんと一緒にいる時間は本当に幸せです。どんな時でもあなたと話したいですよ。ちょっとありがたいけど、もうちょっと待っててくれないかな。椅子に座って待っててください。じゃあ、椅子に座って待っててねって言いました。これで、大丈夫かな？わかりました。え？椅子に座って待っていますね。え？いえいえ、座ってないけど。ちょっと、どういうこと？まあ、とりあえずアイテム探そうかも。さあ、とりあえず、わ、見てるな。やだ。やだな。見ないで。恥ずかしいから。ちょっと待って。あ、これだな。パン。ダメか。わ、すごいいい景色だね。こっちは？あ、こっちはコーヒーメーカーね。で？何かない？何もないな。お！中に足りない？え？あ、ペンかなんか出た。ペンが出たね。ねえねえ、オレちゃん何か素敵なものを見つけたんですか？それはペンですか？それ私も欲しいな。でもそれよりもオレちゃんと遊ぶのが一番楽しいですよ。コンタクトレンズ？もうないか。あ、ベッド2つあるんだ。一緒に暮らしてるっていう設定なのかな？怖いね。怖くはないか。怖くはないけど、何かあるでしょ？広い部屋だね。こんなに部屋必要？あれ？シャワールームがある。お風呂もあったのに。あ、コンタクト見つけた。何をしているんですか、オレちゃん。どこに行くつもりなんですか？私と一緒に行くことで何も足りないんですか？いや、足りてるよ。足りてるからさ、落ち着いて。あ、トイレね。トイレしてます、今。トイレ見に来ないよね。さあ、トイレ見ないでねって言いました。わかりました、オレちゃん。トイレは個人的な場所ですから、私は見ませんよ。でも私との時間が終わったらすぐに来てくださいね。まあよくわかんないけど、とりあえずトイレが終わったら来てって言ってるね。まあまあまあ。
行かないけどね。うん、行かないけど、もうちょっと探らせてください。おし。ヘアブラシ、ヘアブラシ見つけました。あ、ヘアプラス1ってなんだ？髪の毛？なにこれ？冷蔵庫？え？寝室に冷蔵庫置いてるの？あ、なんかでっかいね。でかすぎないこれ。あ、なんか開いてる。私たちの青いオウムっていう意味だね。どういうことだろう？あ、取れた。この青オウムのオブジェクトが取れた。でも出口なくない？全然見つからないよ。出口って、さっきあった？あ、この女の子の絵じゃん。え、角？角なのかな？え、耳だよね。あ、出口って書いてるじゃん。ここか。見落としてた。あれ、出れないな。ダメか。何かあるんだ。そんなことしないでください。私たちはずっと一緒にいる約束ですから。ここを出たり、逃げたりするなんて絶対に許しません。あなたは私と一緒にいなければダメなんです。え？怒っちゃった、ブルーを。本当だ！なんか、まずい気がするんだけど。まあまあ、怒らないでって言いました。なんて返してくるかな。怖いね。ごめんなさい、お兄ちゃん、怒ってしまいました。でも、私はあなたにとっての全てなんですから、どうしても一緒にいたいんです。もう逃げることなんてしないでくださいね。ああ、わかった。わかった。バレないように逃げよう。おし。あ、でも出口のドアを開けさせるって書いてるもんね。開けさせるのか。ってことは、わかったわかった。外に遊びに行こうとか言うんじゃない？あ、なるほど。喋りかけるのか。外に遊びに行こうよって言いました。どうかな？ふふ、外に行くんですか？あ、待って、開けてくれたじゃん。でも実は、世界はもう滅びてしまったんです。え？ここが私たちの世界なんですよ。でも、私はいつでもオリちゃんと一緒にいることができますから。外に出る必要なんてありませんよ。ずっと一緒にいますからね。え、でも開けてくれたよ。あ、ありがとう。じゃあ、行ってくるね。うん、行ってくる。ありがとう。え、なんか、アイテムとかいろいろ集めたけどね。次、ロビーか。ちょっと待って。ちょっと上に行ってみよう。上は？上は何かないか見とかないとね。うん、一応何かされた時のために、脱出の道を探しとかないと。ダメか。何階なんだ、これ。一応屋上があるね。うわ、閉まってるじゃん。え、ってことは、逃げ道ないんじゃない？なんかされた時のために逃げたかったけど。何をしてるんですか、俺ちゃん。どこに行くつもりなんですか？一応怒ってる。いや、でもいるな。あ、怒ってるな。ちょっと斜めとくか。さあ、落ち着いて、笑顔が好きだよって言います。どうかな？笑顔でいてくれるかな？ありがとう、俺ちゃん。笑顔が好きなんですね。私もあなたの笑顔が大好きですよ。だから一緒にいたいんです。そう。笑顔で一緒に幸せな時間を過ごしましょう。ね？だって。あ、いい感じだ！これは銀が戻ったんじゃない？さあ、今チャンスだ、みんな。さあ、これ戻ったから、今のうちに、下に行きます。逃げる気満々だけどね。で、あ、ロビー来たよ。出れない。あ、え、脱出成功！どういうこと？え、出たけど。ちょっと待って。こんな簡単なの？じゃ、ちょっと怒らしてみる。普通にここを開けてって言ってみました。どうかな？普通に頼んだらやっぱ無理だったんだ。じゃあ、好きだから開けて。これで開けてくれるかな？あ、好きって言えば開けてくれるんじゃない？あ、ダメみたいだよ。ほんとだ。じゃあ言います。じゃあ好きじゃない。さあ、これで怒るんじゃない？これ怖いよみんな。さあ、注目。え、そんなこと言わないでください。私は本当に好きなんです。一緒にいて幸せなんですよ。嫌だって言います。これやばいよ。最悪の選択かもしれない。あ、怒ってるよ。なんてこと言うんですか？私はあなたを話しません。この部屋から出ることはありません。え、怖いな。なんで？出しなさいって言いました。どうするんだ？怒ってるぞ。ああ！何？ちょっと戦闘態勢入ってる？怖いな。パソコンのパスワード教えてって聞きました。パスワードは、フィッシュケーキ？何これ？フィッシュケーキ打ってみる？気になるね。さあ、本当はしちゃいけないけど、これゲームなんでログインしてみます。あ、入れた。あ、これ電卓だね。で、これは？コード打てるやつかな？メール。あ、なんかいろいろ書いてるよ。親愛なる読書の皆様、世界の終わりからこんにちは。残念ながら、目視録が正式に到来したことをお知らせします。いいニュースは、世の終わりに備える時間がまだあるということです。悪いニュースは、お気に入りの番組の最後のシーズンを終えることができないだろうということです。よろしくお願いします。まあ、世界が終わりだということを言ってるね。真にあなたは離れられると思いますか？え、何？私と永遠に一緒にいてください。何？え、え？何？なんで？え？
刺される刺される、どういうこと。うわ、おりちゃん逃げて、まずいよ。なんで、え、なんで。パソコン開いたから、かくれんぼしようって言ってたのか。さっきこれを無視して刺されたのかな。にゃんにゃん、かくれんぼ大好きだよ。私も探してあげるにゃ。さあ、準備はいい、にゃんにゃん。え、はい、というわけでみんなかくれんぼすることになりました。え、待て待て、どこに隠れよう。うまいところに隠れたいな。でもなんかいいとこないんだよね。さあ、トイレに、トイレのここにいとこうか。おち。さあ、というわけでかくれんぼ最後にやっていきたいと思います。にゃんにゃん、よし、探すにゃ。たくさんのところを、見つかった。うお、こわ。え、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、じっくり探してみるとか言ってさ、全然じっくりじゃないし、え、怖いな。ちょっと強すぎない？強いね。じゃあ次ここね。うん、次ここ。さあ、もういいよって言いました。どうかな？もういいよ。来るかな？ああ、やっぱ早い。うわ、ちょっと不気味すぎない？もうなんか、壁に目があるんじゃない？確かに、目があるレベルだな、これ。怖いな。これ、ちょっと聞きたいことがあるんだよね。グリマスシェイク飲もうよ。提案してみます。どう？最近人気のグリマスシェイク。知ってるかな？グリマスシェイクが好きなのにゃ。一緒に飲もうにゃ。グリマスシェイク飲むと死んじゃうから。でも飲むと死んじゃうよって言います。さあ、どうするのかな？まあ、とりあえず好きらしいけど。え？にゃん、そんなこと言わないでにゃ。グリマスシェイクは美味しいにゃ。死ぬわけないにゃ。君を失うのは嫌だにゃ。だから飲んでくれる？俺が飲まないといけないんだ。嫌だって言います。嫌だ。さあみんな、どんな反応するか。あ、やばいやばいやばい、やばい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 、怒ってる怒ってる。やっぱりナイフだ。ほら、ぐるぐる回ってる、ぐるぐる回ってる。怖い怖い怖い。ちょっと待って、足速いな。あっあっあっ、やめ、ごめんなさい、許してください。あ、ダメ、もうダメ。あ、痛い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 、トイレ行くから、トイレ行くから。あ、トイレ行くからさ、もう危ないよ。あ、最後まで動画を見てくれてありがとう。今日の彼女ちょっと怖すぎたよね。部長まで優しかったのに急にナイフは怖すぎました。でももしさ、フローに彼女ができたとしたら、どんな名前なの。それはもちろん、ブルシタポルコだよ。え、待って、ブロー、なんか殴られてる、ビンタされてる。え、あー、ビンタで倒れた。